マサトです。聖書メッセージの時間となりました。今週は賛美でも私たちのこの、自分自身の歩みのクリスチャンの今週はテーマはシャロム、平安を掲げさせていただきました。先週は個人的ですけど、霊の戦いを戦っていきましたけど、なかなか勝利することを自分自身、その自分の力、肉の思いでは、なかなか困難ですね。私は主と共に歩む、種類、御霊に、精霊に満たされて、歩むものとなることを神様感謝いたします。礼拝説教の振り返りでありませんけど、ヨハネの福音書15章のこのイエス様のブドウの例えですね。イエス様がブドウの木で、私は枝です。枝につながっていなければ、実を結ぶことはできません。感謝いたします。そのような、今週は平安シャロームで、感謝いたします。私も実を結ぶことに、を心がけていきたいと思います。長くなりましたけど、前置きですね。はい。今週は、前回が旧約聖書はエズラ記でしたので、エズラ記の後のネヘミヤ記ですね。感謝いたします。逆にはなっていないと思います。はい。ではお願いいたします。天の父なる神様、前置きがなくなりましたけど、この聖書メッセージの始めから終わりまで導いてください。栄光と誉れと、賛美ですね。賛美はするかどうかわかりませんけど、賛美を主に栄光を期して感謝して、イエス様の名前によってお願いいたします。アーメン。感謝いたします。ほとんどフリートークに近いですね。はい。この、聖書メッセージと題をしてますけど、この聖書を読んで、一章ずつ読んで、その箇所に、一つの箇所に注目して、それにどう落とし、どう望んでおられるか、この聖書の学びではありません。詳しく解説するものではありません。この通して、私自身が信仰生活を通してどう歩むべきか、どう神様と関わりを持つべきかを発信させていきたいと思います。このことによって、見る方々が少し、この聖書、また教会に、足を運ぶきっかけとなれば幸いだと思います。恥ずかしいものですけど、実際この聖書を手元に置いて、そして実際に教会に置いて、講談が語れる先生方の御言葉を聞き、兄弟姉妹との交わりを通して、あなたもこの信仰生活、このイエス様を信じる本物を味わって、また握ってほしいと願います。この少しの切り口に、なればと思います。前置きが長くなりましたけど、今日はネヘミヤ記ですね。このイスラエルの民がこのアブラハムに、召されて、そしてアブラハムヤクブ、そして、アブラハムイサクですね。イサクヤクブ、そして、そのヤクブの時にカナンの地に飢饉があって、エジプトに、の駐留して、400年以上、にエジプトにいましたけど、その奴隷の状態になって、そして、民は叫びました。そして、神様はモーセを見出されて、モーセに率いられて、エジプトを出ました。そして40年間、カナンの地で、さまよい歩きましたけど、寝られましたけど40年間、感謝いたします。次の指導者、ヨシアに率いられて、カナンの地に入って、そして四式を経て、ヨシアの時代を経て、四季を経て、サメの時代に民は、他の国々が王政ですね、王様にいただいていますけど、私たちもイスラエルの民も、私たちも王様をいただきたいということで、サムエルはそのこのことに神様を知り続けてたということで、でも民の言う通り、王様の権利を厳しく教えて、でも民はぜひとも王様が私には欲しいということで、ということになりまして、王様が、最初の王様がサウル、そして、
ダビデ、そしてソロモンの時に、ソロモンの時に、北のイスラエルですね、十部族、そして南のリハブアム、南は北はヤロブアムですね、で南がユダですね、ソロモンの子リハブアムが二部族ですね、ベニヤミンと、まあ、ユダです、ユダですね、まあそういうこの北も偶像崇拝にあってアッシリアに滅ぼされ、南もユダもバビロンにおいてバビロン捕囚ですね、その捕囚からのエレミアの70年のこのダニエルかな、その70年のこの期間を経て捕囚の民から帰ってきたその再建ですね、再建神殿がもう焼き尽くされて廃墟になってたところをバビロンから再建にエズラとそしてネヘミヤとその再建、聖書の順序があれば第二歴代史の後のエズラ記、ネヘミヤ記ですね、まあ、大きく長くなりましたけどこの、ネヘミヤ記の4章ですね、感謝いたします。まあ、大きく長くなりましたけどまあ、いろいろと困難があります。城壁反対のサヌバラテ党の反対があります。ネヘミヤ記は1章2章ですね、このネヘミヤ記1章にはそのネヘミヤがそのふるさとのが廃墟となっていることを悼んで、王様にこれアルタサスタ王にですね、再建に、を願って、再建に行くことができました。そして、6章においては、こうして、城壁は52日間かかってエルンの月の25日に完成したと書いてあります。その後帰った民はその雑婚ですね、他の異邦の民との結婚によって、また神様に嫌われることがエズラ記にも書いてあります。この特に今日は4章を見していきたいと思います。特に10節、その時ユダの人々は言った、荷を担う者の力は衰えているのに、チリアクタは山を成している、私たちは城壁を築くことはできない、私たちの、この肉の思い日々のつぶやきですね、これをどう歩いていくかを覚えていきたいと思います。私の、まあ、つぶやきですね、では長くなりましたけどネヘミヤ記4章を見ていきたいと思います。サヌバラテは私たちが城壁を修復していることを聞くと怒り、また非常に憤慨してユダヤ人たちをあざけった。彼はその同胞とサマリアの有力たちの前で言った。この哀れなユダヤ人たちは一体何をしているのか、あれを修復して生贄を捧げようとするのか、一日で仕上げようとするのか、焼けてしまった石をチリアクタの山から生き返らせようとするのか。彼のそばにいたアモン人トビアもまた、彼の立て直している城壁なら一匹の狐が登ってもその石垣を崩してしまうだろうと言った。お聞きください、私たちの神、私は軽蔑されています。彼のそしりを彼の頭に返し、彼らが星の地でかすめ奪われるようにしてください。彼の咎を許すことなく、彼らの罪を見舞いから拭い去らないでください。彼らは立て直す者たちを侮辱したからです。こうして私は城壁を立て直し、城壁は皆その高さの半分まで継ぎ合わされ、民に働きがあったからである。ところがサヌバラテ、トビア、アラブ人、アモン人、アシュトデ人たちはエルサレムの城壁の修復がはかどり、わらみも塞がり始めたことを聞いたとき非常に怒り、彼らは皆
ともにエルサレムに攻め入り混乱を起こそうと陰謀を企てた。しかし私は私の神に祈り、彼に備えて日夜見張りを置いた。その時ユダの人々は言った。荷を担う者の力を衰えているのに、散らくたは山を成している。私は城壁を築くとできない。一方私の敵は言った。彼の知らないうちに、また見ないうちに彼の真ん中に入り込んで彼らを殺し、その工事をやめさせよう。そこで、彼らの近くに住んでいたユダの人たちがやってきて、四方から十回も私に言った。私のところに戻ってきてほしい。そこで私は民をこの家族ごとに城壁の後ろの低いところの空き地に剣や槍や弓を持たせて配置した。私は彼らが恐れているのを見て立ち上がり、主だった人々や代表者たち及びその他の人々に言った。恐れてはならない、大いなる恐るべき、死を覚え、自分たちの兄弟、息子、妻、娘、妻、また家のために戦いなさい。私の敵が、彼らの企みは私の悟れ、神がそれを打ち壊されたということを聞いたとき、私は皆城壁に帰り、それぞれ自分の工事に戻った。その日以来、私に仕える若い者の半分は工事を続け、他の半分は槍や盾、弓、鎧で身を固めていた。一方、隊長たちはユダの前科を守った。城壁を築く者たち、荷を担いで運ぶ者たちは、片手で仕事をし、片手に投げ槍を固く握っていた。築く者は、それぞれ剣を腰にして築き、角火を吹き鳴らす者は、私のそばにいた。私は主だった人々や代表者たち、およびその他の人々に言った。この工事は大きく、また広がっている。私は城壁の上で上で互いに遠く離れて離れ離れになっている。どこでもあなた方が角火の鳴るのを聞いたら、私のところに集まってきなさい。私の神が私のために戦ってくださるのだ。こうして私たちはこの工事を進めたが、その半分のものは夜明けから星の現れる時まで槍を手に取っていた。その時また私は民に言った。誰でも自分に使える若い者と一緒にエルサレムのうちで夜を明かすようにしなさい。そうすれば夜にも見張りがおり、昼にも働くことができる。私も私の親類の者も、私に仕える若い者たちも、私を守る見張りの人々も、私のうちの誰も服を脱がず、それぞれ投げ槍を手にしていた。感謝いたします。この民は厳しい状況、サヌバレテ等の敵の反対もありました。またこの弱ったその時弱ったユダの人々は言った。荷を担う者の力を衰えているのに、散らくたは山を成している。私は城壁を築くといけない、その弱さもあります。でもエレミアはこの私の神に祈り、彼らに備えて日夜見張りを置いたと述べています。またニヘミヤはこう言っています。私は彼らが恐れてのを見て立ち上がり、主だった人々に代表者たち及び他の人々に言った。彼らを恐れてはならない。恐るべき、大いなる恐るべき主を覚え、自分たちの兄弟、息子、娘、妻、また家のために戦いなさい。またこう書いてあります。具体的に、どこででもあなた方が角笛の鳴るのを聞いたら、私のところに集まってきなさい。私の神が私たちのために戦ってくださるのだ。こうして私はこの工事を進めたが、その半分のものは夜明けから星の現れる時まで槍を手に取っていた。その時また私は民に言った。誰でも自分に仕える若い者と一緒にエルサレムのうちで夜を明かすようにしなさい。そうすれば夜にも見張りがおり、昼には働くことができる。私は
私も私の親類の者も私に仕える若い者たちも私を見張る守る見張りの人々も私たちのうちの誰も服を脱がずそれぞれ投げ槍を手にしていた。感謝いたします。なかなか今日の話のまたはがつきませんけど、今日の二節注目していきたいと思います。どこででも、あなた方が角火を何の聞いた、私のところに集まってきなさい。私たちの神が私のために戦ってくださるので、くださるので感謝いたします。神様が戦ってくださるので感謝いたします。この流れからして、旧説にはしかし私は私の神に祈り彼らに備えて、日夜見張りを置いた。また、ネヘミはこう言っています。彼は恐れてならない、大いなる恐るべき、主を覚え私の兄弟息子娘妻また家のために戦いなさい。この戦い、この城壁は完成しました。感謝いたします。6章において、先ほど述べたように、15節にこうして城壁は52日かかってエルルの月の25日に完成した。この私たちの特に、私たちの神が私たちのために戦ってくださる神様、感謝いたします。この私たちの信じる神様を象徴的に表している御言葉を見て、閉じさせていきたいと思います。私の都道牧師先生がこの素敵な御言葉を講談から述べてました。ユダの、綺麗な御言葉ですね。ユダのの書にの後半に、書いてあります。25節ですね。ユダの手紙の25節、すなわち、私たちの救い主である唯一の神に栄光尊厳支配権威が私の主イエス・キリストを通して永遠の先にも今もまた良いお限りなくありますように、アーメン。感謝いたします。もう一度お読みいたします。ユダの手紙25節、すなわち、私たちの救い主である唯一の神に栄光尊厳支配権威が私の主イエス・キリストを通して永遠の先にも今もよよまたよよ限りなくありますように、アーメン。感謝いたします。捕囚のバビロンから自分のふるさとの神殿エルサレム神殿が廃墟となっていることに心を痛めたエレミアはアルタサスター王に願って再建に取り組むことをにかかりました。いろいろな反対、サヌバルテをはじめ多くの反対、またそこに戻ってきた民も、くじいて、大変です。でもネヘミアは祈り、そして、力づけて、神様と52日間かかって城壁を完成させてきました。私も日々の歩みにあって、今特に、外は雨風が強いですね。台風14号が来ています。嵐が来ています。最中です。またコロナ、またロシアとウクライナの戦争、コロナ、世の中厳しい状況、周囲を見て、うちを見てもこの困難ですけど、私の信じるところのイエス様、救い主、この良き訪れ福音、イエス様が、自分はブドウの木、あなたが枝です、私もブドウの木につながって、御霊の精霊に満たされて日々、罪と死に勝利をに歩みたいと思います。ネヘミヤも模範として、私も歩みたいと思います。感謝いたします。マサトです。この聖書メッセージを神様感謝いたします。私の信じるところの父さんの神様、こんな神様、聖霊の神様、この三位一体の神様に感謝いたします。この良き訪れ、良き福音を心で感謝いたします。このメッセージ、いろんな困難がありましたけど、神様戦って、神様が成し遂げてくださいました。力をくださいます。平安、シャローム、をくださいます。感謝いたします。この私の信徒の神様、このメッセージを感
謝して、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメ。感謝いたします。マサトのこの YouTube チャンネル登録、またコメント、またいいねボタン等お願いいたします。次回のマサトの聖書メッセージをいたしましょう。あなたの心に、シャロム。また仕上げ CM シャロム、シャロム。